塩川哲也君。委員長。塩川君。日本共産党の塩川哲也です。関東東北豪雨災害からもうその発災からその直後、皆さんからもこの委員会での質疑の要望も強かったところであります。で、我が党も含めてこの災害対策の質疑を求めてまいりました。で、この間野党5党が共同しまして臨時国会の開催を憲法53条の規定に基づき要求をしたところですけれども、そういう議論すべき国民的な課題多々ある中で、こういった豪雨災害に対する対策も当然求められていたわけであります。それにもかかわらず安倍内閣は臨時国会に応じないという姿勢で、極めて明確な憲法違反であり、国会として断じて容認できないということは強く申し上げておくものであります。災害特での閉会中審査は重要でありますけれども、これら一連の閉会中審査をもって臨時国会に変えることはできないわけで、重ねて臨時国会の開催を要求するものであります。9月10日の関東東北豪雨災害は各地で多大な被害をもたらしました。今日は鬼怒川流域の茨城県常総市における被害極めて大きかった、この点についてお尋ねをしたい。被災から3ヶ月近く経ちますけれども、今なお避難所での避難生活を余儀なくされている方もいらっしゃいますし、ホテルや旅館などの二次避難所に移られた方、親戚や知人の家に避難されている方もいらっしゃいます。避難者、被災者全体を視野に入れた支援策を行っていくことを求めていくものであります。合わせて住宅再建、生活なりわいの再建は進んでおりません。その障害となっている問題は何なのか、この点について今日は質問するつもりであります。最初にこの常総市における浸水被害の大きさについて確認的にお聞きしたいんですが、常総市40平方キロメートル、その約3分の1が浸水をいたしました。この住家被害の状況がどうなっているのかについて、お答えいただけますか。内閣府加藤政策統括官。お答えいたします。茨城県の取りまとめによりますと、今般の被害によって常総市では12月1日現在、戸数ベースで全壊51、大規模半壊1452、半壊3520、床上浸水100、床下浸水2996の被害状況が生じているところでございます。塩川哲也君。今答弁ありましたように、合わせて8119件、8000件を超える世帯が被害を受けております。常総市の世帯数は2万1000世帯ですから、やば4割に及ぶという甚大な被害であります。市役所も浸水をし、また避難所も浸水をし、多くの商店や事業所なども被害を被りました。鬼怒川と湖海岸に挟まれた地域はほぼ全域が浸水するような状況で、常総市の主要地域のほとんどの建物が浸水被害を受けたといえる甚大な災害だったわけであります。その点でお聞きしたいのが、こういう一連の被災者支援を行う場合の、その制度が適用される指標となるのが住家被害認定であります。で、この被害認定は被災者の住機能が維持されているかどうかというのが、いわば判断基準であります。被災者の被害実態に着目した被害認定が必要であります。そういうときに現場の方では、床上だったら半壊、1メートルを超えていたら大規模半壊、こういう一律のこの線引きだけが一人歩きするような状況になってしまう。そうではなくて、そもそもやっぱり被災者の住機能が維持されているのかどうかという、その観点で判断をすべきものであり、こういった線引きというのは、いわば迅速簡易な被害認定を進めていく第一歩として求められているものだと、そういうふうに考えますが、内閣府防災としての説明をお願いしたい。内閣府加藤政策統括官。お答えをいたします。水害による住家被害につきましては、戸建ての住宅プレハブ像の1、2階建てで、かつ、水利や泥流、がれき等の衝突の外力により損傷がある場合に、外観および浸水深のみで被害認定を行えるという形にしております。この調査方法は、東日本大震災で津波により
被害を受けた住宅の被害認定を迅速に行い、被災者の生活再建を早期に進めるために適用されたものでございます。その後、平成25年6月に水害による住家被害の第一調査として、住家の被害認定基準運用指針に位置づけられております。しかし、これは第一の簡易的な調査でございますので、被災者から申請がございましたら、住宅の傾斜、あるいは各部位の損害割合の合計により判定する二次調査を行うという形にしておるところでございます。塩川哲也君。被災者の生活再建につながるように、簡易迅速な被害認定を行うという中での措置であります。そういった点で、この具体例でお尋ねもしたいんですけれども、床上1メートルを超すような浸水であれば、住機能が喪失しているということは一見して明らかであり、大規模半壊等の迅速簡易な被害認定によって被災者支援を進めるという措置であるわけで、その被害認定が実態に合わないということであれば、今二次調査という話もありましたけれども、実情に即した被害認定に改めるのは当然のことであります。でそこでこの3階建ての住宅の話をお聞きしました。1メートルを超える床上浸水のために、主要な居住部分が1階部分に集中していますから使用できないという中であるにもかかわらず、3階建ての住宅なので、半壊というふうにされたという話であります。しかしながらその1階部分に基本的な住機能が集中しているということであれば、住機能の維持ができないということであり、半壊にとどまらず大規模半壊等の被害認定というのが実態に即しているんじゃないのか、こういう被災者の声というのは強くあるわけですけれども、このことについてはどのように考えているのかお聞きしたい。内閣府加藤政策統括官。お答えいたします。ただいまご指摘ございました3階建ての戸建て住宅の場合でございまして、台所、食堂および今が1階にありまして、浸水を受けている場合は、1階の損害割合をですね、やはりそういうものがあるということで、1.25 倍ということで割り増しをするということができる措置は取ってございます。しかしながら、3階建てということになりますと、浸水により被害を受けた床面積、これが平屋建て、あるいは2階建てに比べると、相対的に小さくなるということはございますので、一般論として大規模半壊になることは少ないと。全くないわけではございませんが、一般論としては少なくなるということになるというふうに考えております。塩川哲也君。この 1.25 倍の話ありました、1階の住機能に着目してという措置ですけれども、これは2009年からということでね、入っているわけですけれども、要するに、だんだんとやっぱり、実態に即して、改良、改善していくべきものなんですよね。やっぱり被災者の住み続けられる、そういう環境を整える上で、被害認定というのは一連の被災者支援策を動かしていく基準、指標ですから、ここをやっぱりしっかりと実態に合ったものにするということは必要なんだと、でこういうことを訴えておられる方も異議申し立てをされておられるそうであります。応急修理を活用したいんだけれども、その期限が12月の25日で間に合うかどうかと、こんな話もあるわけで、やっぱりね、被災者の実情に即したしっかりとした対応というのを取ることを強く求めるものですし、そういう立場で、被災自治体に対してもしかるべく助言を行うということを改めて求めておくものであります。でもう一つお聞きしたいのが、3階建ての市営住宅ですから、各階にそれぞれ住民の方がお住まいになっているわけですけれども、その3階建ての市営住宅の1階に居住していた住民が床上1メートルを超えるような、浸水被害を被ったのに、3階建ての集合住宅全体で見たら一部だからということで、半壊相当という話にもなったということもお聞きしました。これはおかしいんじゃないでしょうか。当然のことながら2階3階に住んでるわけではない、1階部分だけで住んでるわけですから、3階の建物集合住宅全体を見て1階部分の被害認定を行うということは、それはどう考えてもおかしい話であって、こういうことについて基本は入居者の世帯単位で判断するということになるんじゃないか、こういうふうな実際の運用としておかしい問題についてはきちっと改めて、こういったことについてもしかるべく助言を行う必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。内閣府加藤政策統括官。お答えをいたします。今ご指摘の点でございます。水害により浸水した階の住戸と
浸水しなかった階の15のように、集合住宅で15間で明らかに被害程度が異なる場合は、住戸ごとに判定して認定することも必要であるというふうに考えております。具体的に申し上げますと、建物の全体の傾き、あるいは躯体の被害というようなものにつきましては、まあ、全体のことでございますので、まあ、一棟全体で損害割を算定します。その上で、内壁とか床とか、これにつきましては浸水した階と、それからしなかった階で明らかに被害程度が異なる部位がございますので、これにつきましては、住戸ごとに損害割を算定して、その合計をで損害割を判定するということは考えられるところでございます。塩川哲也君。そういった実情に即した対応という点でも、こういう住家の被害実態に着目した被害認定が行われるように、現場がどうなっているのかについてね、改めて検証する必要があると思うんですよ。そういうことについて、ぜひね、検証の機会というのを設けていただきたいと思うんですが、大臣、いかがですか。河野防災担当大臣。制度というのは常に普段の見直しをしなければいかんというふうに思っております。先ほどの福島先生からのご指摘もありましたので、いろいろなことについてですね、この処理の後きちんとした見直しを行って改めるべきものは改めてまいりたいと思います。塩川哲也君。こういった被害認定、スタートして一連の被災者支援制度なども動いてくるわけですけれども、その被災者支援制度がどうかという問題であります。上総市が全半壊世帯の方にアンケートを行いました。でそういう中では自宅の修復や建て替え住み替えが終了していないという世帯が 81% に上っております。3ヶ月近くが経っても、未だにそういう状況であります。で自宅再建のめどが立たないという回答の方も150世帯ということでいらっしゃいました。もちろん工事事業者が確保できないとかって問題もありますのでね、早期の事業者の確保なども力を尽くすとともに、かつてない大規模水害だからこそ被災者支援制度の抜本的な拡充が必要だと考えます。この点で茨城県が上総市とともに一連の独自の支援策を打ち出しました。でこれも被害の深刻さを踏まえてのものであります。いくつか紹介すると、一つは、被災者生活再建支援法では支援の対象にならない半壊世帯への25万円の支給。二つは所得制限により災害救助法の応急修理の対象とならない世帯に対して住宅応急修理の支援額と同等の補助を行うということ。で三つ目に被災中小企業の事業再開、事業継続に対する50万円の補助などであります。これは、まさにこの現場の被災者の実態に即して、被災者の強い要望、要求もあり、県、上総市としても受け止めざるを得なかった中での措置だ。これに被災者の皆さん、よしとしているわけではない、さらにという思いの中でのこういう施策であると思いますけれども、大臣はこの検討が通ったこの措置についてはどのように受け止めておられますか。河野防災担当大臣。基本的に災害が起きたときに個人の救済というのは自治体がまずやる、さらにバックアップが必要なときには都道府県、さらに国という段階的に対応することになっているわけでございます。災害の状況を一番間近に見ている自治体が、その状況に応じて、必要な措置を取るということの結果なんだろうというふうに思います。国としては、必要な状況できちんとした支援をバックアップを行ってまいりたいというふうに思っております。塩川哲也君。実際にその被災の現場で動くのは市町村というのは当然のことであるわけですけれども、やっぱり伴う金目の話というのは都道府県そして国の責任として行うという点でも、国がどう動くかというのは極めて重要であるわけです。でその点でもこの一連のその国の制度というのが不備がある、使い勝手が悪いという声が上がっているというのも、昨日上総市の市議会において上総市の高杉市長が答弁をしておられました。でそこではこの被災者生活再建支援制度や住宅応急修理などについて水害の実態とずれており国の制度は理不尽だという述べて制度改正を求めていく考えを示したと報道されております。
大臣に重ねて伺いますが、この茨城県と常総市がこのような支援策を打ち出さざるを得なかったというのは、国の支援制度に不備があり、支援内容が不十分だということを示しているということじゃないですか。河野防災担当大臣。今回の上層の災害につきましては、かなり大規模な水害でございましたので、国の制度がどうだったのか、あるいは自治体、都道府県のバックアップがどうだったのか、そこはきちんと検証をしてまいりたいと思っております。ただ一義的には災害の救済は自治体が対応するというのが原則でございまして、もちろん都道府県、国は財政的にあまりに負担が大きいときにはしっかりとバックアップをしてまいります。それともう一つ、これから先の災害につきましては、やはりその自助、今災害の場合に対する保険制度というのがございます。これは地震保険、あるいは水害の場合の保険もございます。これから先の水害につきましては、まずきちんと自らそうした保険制度に加入をしていただいて、実際に被災をしたときにはきちんと再建を必要な保険金が下りる、こういう制度があるわけでございますから、これをきちんと活用拡充していただくようにお願いを申し上げたいと思いますし、それの保険料に対して何らかの税の優遇、その他そうしたことができないかということはしっかりと検討してまいりたいと思っております。塩川哲也君。地域社会、地域経済が深刻な打撃を受けるような大規模災害において、地域全体がまさに生活が整わない、やっぱマイナスのような状況を少なくともゼロにしていく、プラスに上げていく、そういった段階での支援が国が率先してやるというのは当然のことであって、こういうことこそ今求められているんじゃないでしょうか。ですから財政的な国の支援も当然のことながら求められますし、国がいろいろ制度設計をしている災害救助法などのこの応急救助の仕組みなどについて、国がそういう枠組みを作っているがために、現場で使いにくい、使い勝手が悪い、こういう状況というのを改めるというのも国の責任だ。その例として、災害救助法の住宅応急修理についてお尋ねをいたします。先ほど紹介しましたように、茨城県は所得制限により災害救助法の応急修理の対象とならない世帯に対して、住宅応急修理の支援額と同等の補助を行うこととしました。いわゆる視力要件を取り払うということであります。この視力要件が障害者支援の被災者支援の障害となっていることを示しています。でそこでお尋ねしますが、この住宅応急修理の視力要件というのはどういうものなのか。で合わせて、もともとこの応急修理というのは昔はブルーシートを配るような屋根にこうかけるというね、ブルーシートで具体的な応急修理の現物給付というのは生活保護世帯のような世帯にこう限定されていた。そういうものが2004年の新潟中越地震の時に、いわば新潟県として広く被災者に活用してもらうという立場で改めた中で、こういった視力要件がつけられたという経緯があると思うんですが、視力要件の中身とその経緯について合わせてお答えいただけますか。内閣府加藤政策統括官。お答えいたします。災害救助法の応急修理は、災害のために住家を半壊し、自らの視力では応急修理をすることができない者、あるいは大規模な修理を行わなければ居住ことがすることが困難である程度に住家が半壊した者に対して、必要最小限度の部分の修理を行うというものでございまして、以上のことから、自らの視力では応急修理をすることができないということを判断するために、所得の要件を設けております。具体的には、直近の世帯収入として、一般的には500万以下の世帯が基準になりまして、あと、年齢によっていくつかの段階が設けられているというような形になっているところでございます。それから応急修理の中身でございます。中越地震の以前は、今ご指摘ございましたように、生活保護等の被保護者を対象としてまいりましたが、新潟中越地震のときに運用を改めまして、
災害のため住家半壊し、自らの資力では応急修理をすることができないしたと、ただいま申し上げました社に、各自をしてきたところでございます。で、その対応につきましても、ブルーシート等をかぶせるというところから、屋根、壁等の修理箇所を、まあ、明確化して、そこについて対象をに入れたということでございます。塩川哲也君。まあ、被災者への応急救助の対策として、被災者のやっぱり要求を踏まえながら、より改善をしてきているという経緯があるわけですよね。そこがやっぱり大事だと思うんです。で、そういう点でも、もともとはほとんど使えないような応急修理を、いわば新潟中越地震のときに、まあ、新潟県の働きかけもあって、少し前に出たわけですよ。で、500万という所得要件のところまで、まあ、引き上げてきた。であれば、改めてね、ここを見直していくというときに来てるんじゃないのかと。茨城県などが独自の支援策を行ったというのも、この応急修理の主力要件が非常に使い勝手が悪い、公平性を欠く制度になっている、こういうことから生まれているということでも、今こそ見直すときに来ているということを言わざるを得ません。それで実際にね、じゃあ住宅応急修理について、主力要件を細かく規定しているというのは、災害救助法の例えばその政省令とかでもない。その実際、救助法を活用する上で実務担当者が使う災害救助の事務取扱い要領、それの中でも、巻末の別添資料にくっつけてるだけなんですよ。で、都道府県が作成をする住宅応急修理の実施要領例ですよね、つまりは、この住宅の応急修理を利用する際に、おおよその、まあ、言えば、ひな形がないといけないから、こういう例を、まあ、巻末につけてるわけですよ。そこにね、わざわざ視力要件を入れ込んでるんです。逆に言うと、でもね、例示なんですから、それは県の判断で、そういう視力要件を設けないということだってできるんじゃないですか。内閣府、加藤政策統括官。応急修理で直した分につきましては、経済的な価値を生むというようなこともございますので、そこについては、きちんとした基準なりを設けて運用していくのが望ましいというふうに考えております。塩川哲也君。いや、この事務取扱い要領 の、 そのまさに、巻末の別点の3に、実施要領例というのがあって、そこに所得等の要件が入っているんですけど、これ、冒頭の中のところに、これはあくまでも例示として示したものですと書いてるんですよね。で、必要に応じて修正してご利用くださいっていうのがあるんですよ。で、本来であれば、そういう趣旨でね、自治体の判断で、こういう主力要件を設けないということだって、当然行っていいはずだと考えています。ですから、それにブレーキをかけているのが国なんですよ。内閣府防災の方がそこを認めないという立場に取ってるっていうのが、障害となってるっていうことははっきりしてるんじゃないでしょうか。で、まあ、経済的な話、いうこともされましたけれども、この災害救助法では、主力要件がかかるとされているのは、住宅応急修理だけじゃありません。例えば、応急仮設住宅の供与、応急仮設住宅についても、主力要件が規定されてるんですよ。応急仮設住宅は、自らの視力では住宅を得ることができないものに対して提供することを原則とすると。なっているんですけれども、じゃあ、現行、この応急仮設住宅の供与にあたって、視力要件というのは、これ、実施されてるんですか。内閣府、加藤政策統括官。お答えいたします。災害救助法の応急仮設住宅は、災害により住家全壊流出等をし、自らの視力では住宅を確保できない被災者に対し、一時的な仮住まいを提供するというものでございます。で、具体的な運用につきましては、災害の対応やそれによる被害状況が個々の災害で千差万別であるということから、被災自治体において、個別に判断をしていただくという形になっております。重ねて申し上げますが、応急修理につきましては、その修理したものが個々人の資産となるというようなこともございますので、そこは、差があるというものだと認識をしております。塩川哲也君。これ、この実施要領の中では、取扱い要領の中では、応急仮設住宅について、迅速な対応が必要であるが、災害による混乱時には十分な審査が困難であり、
資産の被害や被災後の所得の変化等も勘案すると一定額による厳格な所得制限等はなじまないし、また実際に行っていないということで、行っていないんですよね。もう一回。内閣府加藤政策統括官。個々の自治体のすべての例を承知しているわけではございませんが、自治体において一定の判断をしているというふうに聞いております。塩川哲也君。この間の大きな災害でやったことは主力要件かけたのってあるんですか。内閣府加藤政策統括官。東日本大震災等につきましては、主力要件を取っ払って、取り外してですね、やっておりますけれども、個々の、被害の中ではですね、そういうふうな、年収500万とかっていう例をの要件を使って、応急仮設について対応しているという例があると承知をしております。塩川哲也君。聞いたことないですね。例示としても挙げられてないし、基本はね、主力要件なんかかけてないんですよ。やっぱり被災者の実情に考えたときに応急救助ですから、直ちにやっぱり救助をするといったときにね、いろんな要件つけるというのはおかしいんですよ。公平にやっぱり対応するということが必要なんだ。そういうことがあるからこそ、一応文言とした主力要件ってかかっているけれども、応急仮設住宅では実際にはそれを行っていないというのが実態であるわけです。でそういう意味でも今言ったように、その具体の運用については被災自治体で個別に判断するということですから、やはりこの住宅応急修理についてもね、被災自治体の判断でできるようにすればいいんですよ。で個人の資産云々って言いますけれども、もともと被災者支援法、被災者生活再建支援法についても所得要件、主力要件があったのを取り払ってきてるわけでしょ。個人の財産に資するようなことには公費は使えないという、こういう理屈が間違いだと、こういうことで被災者生活再建支援制度を前進させてきたというのが、この国会での皆さんの取り組みだったんじゃないですか。今さらこんなね、古い時代遅れの理屈を持ち出して、住宅応急修理について主力要件をかけたままにするって、こんなことは認められないのははっきりしてるんじゃないですか。内閣府加藤政策統括官。先ほど申し上げました例でございますけれども、例えば平成18年の台風23号におきまして、兵庫県では、年収400万以下、あるいは、平成18年7月の豪雨で鹿児島県で年収500万以下、あるいは他の自治体では、例えばその所得証明書の添付を求めている平成23年の三重県の例とか、都道府県に応じて具体の基準を示しておりませんが、所得の収入状況を確認しているというふうに伺っております。塩川哲也君。だとしたら、主力要件を応急仮設住宅も取り払うべきなんですよ。そうじゃないですか。被災者の皆さんが本当に目の前に困っている。主力要件って言ったってね、来年、今年の収入がどうなるのか分かんないでしょ。それでなんでわざわざこういうのをかけるのか。それこそ被災者の自立を損なうようなことじゃないですか。こういうことこそ大元から見直すときに来てるんじゃないのか。いらない。というより、であれば、被災者生活再建支援法で、主力要件、所得要件、かかっていたのに2007年に取り払いました。この時の、これは議員立法でしたから、発議者がどういう理由で取り払おうとしたのか、そのことについて答えてもらえますか。内閣府加藤政策統括官。お答え申し上げます。平成19年の法改正に係る国会審議の中で、改正案の提案がなされまして、ここで、見舞い金的な形でお渡しする支援金であるという観点、被災者間の不公平感を是正するとの観点等により、収入要件を撤廃するとの議論が国会の中で、あったと承知をしております。なお、この今の仕組みでございますけれども、最高300万円ということでございますけれども、中身はですね、前回の場合に100万、あるいは半回の場合に50万ということで、被害の程度に応じたものとか、再建方法で建設の場合200万、補修100万、賃借50万という状況を見て、資金を、供給額を決めておるところでございます。なお、当初、阪神・淡路の時に100万で、制度ができまして、現在の形になっているということでございます。
塩川哲也君。ですから主力要件を取り払ってきているのは、やっぱり不公平感を解消すると、公平にやっぱり被災支援しっかりやろうというのは出発点なんですから、生活再建支援段階の被災者生活再建支援制度の前の応急救助の災害救助法に基づく住宅応急修理についてね、余計な要件をつけるということ自身が、公平性を欠く迅速な被災者の救助にとって損なうものになるということこそ今問われているわけであります。大臣にお尋ねします。今お話しましたように、この主力要件を取り払うということこそ必要なんじゃないのか。住宅応急、応急仮設住宅についても実際には主力要件を行っていない。被災者生活再建支援法は主力要件を取り払った。住宅応急修理の主力要件についても取り払うべきではありませんか。河野防災担当大臣。先ほどの福島先生からも問題提起ございましたので、主力要件の中身についてはですね、少し見直すことを検討してまいりたいと思いますが、応急修理はやはり個人の財産の形成にもつながりますので、主力要件の撤廃がいいかどうかというのは私は少し疑問に思っております。でこれから先の災害についてはむしろ、先ほどから何度も申し上げて恐縮でございますが、やはり災害に関する保険制度というのがございますので、それにきちんと入っていただいて、いざ被災したときにきちんと再建につなげることができる、そうした制度の拡充活用を政府としてはプロモーションしてまいりたいと思っております。塩川哲也君。今やり取りしているのは国の制度の足かせを取り払うべきだという話をしているわけで、その点でも主力要件についての問題点を見直すという方向での対応が求められているということ、ぜひそういう立場で踏み込んだ対応をお願いしたいということを求めると同時に、応急救助なのに使い勝手が悪いという本末転倒は許されないわけで、こういった住宅応急修理の主力要件を取り払うということを強く求めておくものであります。であと被災者生活再建支援制度の拡充ですけれども、茨城県は半壊世帯に対する支援金の支給を実施することにいたしました。冒頭確認しましたように、大変半壊の世帯が多いというのにもかかわらず、支援策が極めて不十分ということに不公平さを感じる意見が多数寄せられているからであります。そこで お答えいただきたいのは、この半壊世帯への支援金を支給する制度を作ったことがある都道府県の数がいくつか、またそのうち茨城県のこの25万円の金額と同等以上を支給する、そういう制度を作ったことがある都道府県がいくつか、その数を教えていただきたいのと、ぜひ国として半壊世帯も支給対象として拡充すべきだと思いますが、その点についてお答えください。内閣府加藤政策統括官。お答えいたします。本年9月に行った聞き取り調査によりますと、これで把握しているところでございますけれども、24都道府県が半壊世帯も対象とする、で制度の数としては31の独自の支援制度を設けてございます。そのうち半壊世帯に対して25万円以上の支援措置を設けているのは10都府県というふうに承知をいたしております。で半壊世帯につきましてでございますけれども、先ほど申し上げました見舞い金的な性格ということと、他の制度あるいは財政状況等のことも勘案いたしまして、慎重に対応すべきではないかというふうに考えております。塩川哲也君。実際には31の都道府県で作ったことがある、こういう点でも半壊世帯の数が多いし、そういう意味でも甚大な被害というのは明らかなわけです。水害の場合でもよく言われるように床上浸水であれ、もう壁は全部水が吸い上がって断熱材が使えませんと、畳だって全部ダメですし、1階の家財道具電化製品全部ダメと、これだけの大きな被害があるにもかかわらず、実際には生活再建支援法の対象にならないということについて強い不公平感が上がっているのも当然のことだろうと思います。半壊世帯への支援金支給に踏み出すべき時でありますし、合わせてこの支給額についても見直しを行う時だと思います。基礎支援金に加えて加算支援金、住宅再建の際に支給されるわけですけれども、
今実際その住宅再建しようと思えば資材の高騰などもあります。必要な経費が膨らむような状況にあるということであれば、実際にその住宅再建してこそ生活の再建だという意味でも、今改めてこういう経済状況の下でこの支援金の引き上げを行うというときではないか、大臣にこの点で2011年支援法の見直しの被災者生活再建支援法の見直しを行うというのが2011年という規定があったわけですけれども、東日本大震災ということもあって、実際こう先送りになってきています。それからもう5年近く経つわけですから、こういった半壊世帯、被災者の皆さんには一部損壊にも拡大してくれという声もあるわけですよ。そういった対象の拡大と支援金額支給額の引き上げと、こういうことについて今こそ見直しを行うときに来ているんじゃないのかと思いますが、大臣の答弁をお願いしたい。河野防災担当大臣。ご指摘のとおり、再建法については施行後4年をめどに見直しなどの総合的な検討を加えるということで、23年2月に検討会を設けて、いろんな中間取りまとめが出されております。でその結論は、同一の被害でありながら居住する地域により支援差が生じるのは不公平との指摘がある中で、まず現在の国と地方の役割分担の下で行われている都道府県の独自支援の活動を広げていくことが重要だという意見が出されております。内閣府からそれを受けて、各都道府県宛てに各自治体においての支援措置の実施について検討するなどの対応をお願いをし、今33の都道府県で独自の支援制度が設けられているところでございます。もう一つご指摘のその300万円の増額については、私はどちらかというと否定的でございます。これはお見舞い金という性格のものでございますので、これを引き上げるというよりは、もう何度も今日繰り返して恐縮でございますが、やはり災害に対する備えというのはまず自助でお願いをしていくのが先だと思います。むしろ保険制度をきちんと周知をして、多くの方に備えをしていただくというのが優先されるべきだというふうに私は思っております。塩川哲也君。住宅再建というのは生活再建だと、そういう点でも生活再建なしに地域の再建もありませんし、広い大規模災害であるなおさらのこと、日本社会に関わるような重大な損害をもたらすわけで、そういった住宅を再建をするということが、いわば本来政治の土台に座っていてしかるべきだと、こういう立場での支援策を国がきちっと示していくということを、財政的にも保障する、こういう取り組みこそ改めて重要だということを強調しておくものであります。次に被災農家への支援策について、お尋ねします。今日同僚委員からも質問もありました。一つは被災農業者向け経営体育成支援事業の話があります。常総市の農業環境の被害が大変大きくて、50億円に及ぶような被害額、もちろん農産物の被害と同時に、農業用機械の被害というのは大変大きかったわけであります。今回この経営体育成支援事業で国3割県と市町で3割の計6割の補助ですが、被災農家の負担は4割となります。大変重い。お聞きした話では、ある農家の方は去年購入した田植え機や3年前購入したトラクター、さらにはコンバインや精米機などの農機具で2000万円もかかっている。6割補助でもこれらダメになった機材を購入するのには自己負担は800万円になる。自宅も取り壊すので、その再建費用もかかることを考えると、とても農業を続けられない。今回の災害で廃業することを決めたという話がございました。私はこの点でも営農をしっかりと支える上で、例えば去年の大雪被害の時にも
この被災農業者向け経営体育成支援事業を活用して、国が5割、県と市町がそれに4割を積み上げる形での9割の支援を行うということが、農家の方を大変励ますものにもなったわけであります。こういった被災農家の負担軽減のためのさらなる上乗せ措置を取ることを具体化をしていただきたいことと、合わせて続けて、収穫した米への支援策がどうなっているのかについて確認をしたい。先ほどの答弁にもありましたけれども、共済と遜色のないものという趣旨の答弁もありました。この点についても確認をしたいと思います。続けてお願いします。農林水産省山北大臣官房参事官。気象災害によりまして、施設等に被害が発生した場合にはですね、まずは農業共済なり、あるいは融資ということで対応していただくのが基本だというふうに考えております。とりわけ昨年の大雪の時の被害の状況ということも踏まえまして、特に農業用ハウス等の施設につきましては、園芸施設共済ということで対応しているわけでございますけれども、本年の2月に耐用年数を見直すですとか、あるいはその耐用年数を超えたハウスの保証額を上げるといったような措置のですね、保証内容の拡充を行ったということでございます。今ご指摘ございました経営体育成支援事業というのは、過去に例のないような気象災害が起きて甚大な被害が生じたというような場合に、農業経営の安定化に支障をきたす事態が発生したということで、早期の営農再開を図ることを目的として実施しているものでございます。今回の台風18号にかかる被害につきましても、本事業を実施することとさせていただいております。またこうした国からの支援と合わせまして、ご指摘のとおり地方公共団体においても各県及び市町村の補助率はさまざまではありますけれども、支援を実施するということをお伺いしているところでございます。また今お話がありましたように、今回の台風被害では農業用機械、一時に被害に遭ったというようなことでございまして、これまではこういったものは対象にしておらなかったわけでございますけれども、農業用機械の修繕ですとか、あるいは耐用年数の超えた農業機械の再取得といったものも助成対象に加えるといったような対応を取らせていただいたということでございます。こうした対応をすることによりましてですね、実際に先ほど申しましたように加入いただいている場合の農業共済金、そういったものと合わせて被災農業者の営農の早期再建を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。収穫後の米。農林水産省天野生産局農産部長。お答えいたします。先の関東東北豪雨によりまして、お米の収穫後自宅に保管している段階で浸水被害を受けた農業者に対しましては、当該農業者が来年の営農再開に向けて行う土作り、種もみ、肥料、農薬の準備などの取り組みに要する経費について助成を行うこととしております。具体的な支援の内容につきましては、現在関係省庁間で詳細を詰めているところでございます。その中で支援水準といたしましては、収穫前に被害を受けた場合に農業共済で保障される水準を上限とするということを念頭におきまして調整を進めているところでございます。被災農家の営農再開にしっかりつながりますよう、27年度の補正予算において必要な予算の確保に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。なお収穫後に農業者が自宅に保管している段階で浸水被害を受けたお米の取り扱いにつきましては、基本的には農業者自らが民間の保険に加入をして対応する必要があるということでございます。今後同様の被害が生じた場合に対応ができますよう、農業者に対しまして民間保険の活用を周知してまいりたいと考えております。塩川哲也君。農家の皆さん、大きな家に住んでいても実際には水に浸かってそのまま住むことができない、床下も剥がしたままで乾かして、匂いもひどいですから、それも飛ぶような、でお住まいになっているのは古い離れ、あるいはその蔵の2階にまだ避難生活をされているような方もたくさんいらっしゃるわけです。そういった方に対して営農が再開できると思えるような支援をしっかりと行うということを強く求めておくものです。合わせて時間がありませんから今日は質疑できませんけれども、被災中小企業の事業再開ももう待ったなしの取り組みで、その支援策というのが強く求められているところです。県の方が事業継続に対する50万円の補助を行うというのは、そういう意味でも非常に重要な役割で、お豆腐屋さんでも数百万円普及かかると先が見えないという、そういう焦点の方もたくさんあるわけですから、
そういった方々への営業再開の思いにつながるような支援策っていうのを国として強く求めたい。で、残りの時間で鬼怒川の堤防問題について質問をいたします。で、鬼怒川流域っていうのはご案内のとおり上流の方が大きく広がっている、ロート状の地形となっているがゆえに、下流の方はどうしても細くなる。で、水が集中してくる。ですから堤防の重要性が大変高いわけです。堤防の整備を急がなければならなかったはずですが、この茨城県部分の鬼怒川の堤防整備率というのは、わずか 17% ということで、大変あまりにも低すぎると思うんですが、なんでこんなことになっているのかお尋ねしたい。国土交通省野村水管理国土保全局次長。お答えをいたします。これまで鬼怒川につきましては、下流部の茨城県内区間では連続堤防の整備による流下能力の向上、そして流れの速い上流部の栃木県内区間では護岸整備による河岸の強化、そしてダム整備による流量の低減などを行うことにより、川全体にわたって安全度を向上させてきたところでございます。このような中で、実は昭和48年に目標とする治水安全度を向上させるべく治水計画を変更しまして、茨城県内区間ではさらに流下能力を向上させるために計画上の堤防の断面をですね、大きくいたしました。その結果として、それ以前の従来の計画では必要な断面を満たしていたものが結果満たさなくなることとなりまして、そういうことで茨城県区間の堤防整備率は栃木県区間に比べ相対的に低下をしたということがございます。その後、鬼怒川では下流部の茨城県区間における堤防整備に重点的に予算を充当し、下流から整備を進めてきたところでございます。塩川哲也君。低くなってしまったというのは、まさに実態として必要な整備が求められているからこそであるわけで、言い訳にはならない話でもあります。で、隣接する小川川の堤防整備率が 68% という点でも、対照的に非常に低いというのが、この鬼怒川の茨城県部分の堤防の整備率という点でも、この間の国交省の対応というのが厳しく問われているわけであります。で、合わせて常総市の若宮島地区の自然堤防の件ですけれども、ソーラーパネル設置に伴う事業者の掘削工事によって大きく削られました。で、地元住民の方は浸水被害への強い懸念から工事を中止させるように国交省に強く要望してまいりました。時間がないのでこの件については問いませんけれども、この区間はもともと堤防整備を計画していた場所だった。で、自然堤防よりも高い堤防を作る必要があったのに、その本来高くしなくちゃいけないのに、その自然堤防を削って低くしてしまったと、これを国が容認したということが納得いかないというのが住民の皆さんの声なんですよ。どうですか。国土交通省野村水管理国土保全局次長。お答えをいたします。今、紹介ご指摘のですね、若宮戸地区でございますけれども、国交省といたしましても、いわゆる自然堤防の部分が掘削をされますと、洪水時に浸水する恐れがあると認識はしてございました。しかしながら、若宮戸地区のいわゆるこの部分については、河川区域外の民有地ということもあり、所有者による掘削を河川管理者が制限することは法的には困難であるということを、上層市との協議も重ねて、そういうことを確認をしました。したがいまして、私どもとしては事業者に対して、地盤高を下げると洪水時に浸水する恐れがあるので、現地盤の高さで残すことはできないか。強く申し入れはいたしました。これは要請ベースでございます。しかし事業者との間でこれが合意に至らなかったために、私どもとしては緊急的な対策として掘削前の地形の一番低いところとほぼ同程度の高さになるように大型土のうを設置をして対応したということでございます。塩川哲也君。これは去年6月2日の上層の市議会ですけれども、質問者に対して市の執行部の答弁に、鬼怒川の国の計画としての推移については100年に1回の推移をもとに河川計画を立てている。今回削り取られた丘陵部が100年に1回来るであろう高さの水位の高さだった。削り取られたことで下回ったので、その高さまで土のうを積むということで河川事務所は考えていると、こういうふうに答弁をしているわけです。
つまりソーラーパネル設置により自然堤防が削られた部分に国交省が待ったをかけたい、しかし、まあ、結果として削るというときに土のうを積み上げた。でそれはやっぱり一水をするような被害をもたらすということは分かってたからなんじゃないですか。そういう点で本来きちんと整備をすることが求められ、削るようなことはあってならないような場所について結果としてそれを容認したという国交省の責任は免れないんじゃないですか。この点どうですか。国土交通省野村水管理国土保全局次長、簡潔にお願いします。お答えいたします。今ほどの話で、掘削前の一番低いところと天板の高さが同じになるような土のうは積んだということでございますけれども、今回の洪水ではその大型土のうより水位が高くなって溢水したことが確認をされております。それからまたこの溢水した箇所の600メートルほど下流のところにある自然堤防も実はこの洪水により失われて、これは氾濫によりかなりの深掘れが生じておるというふうなことでございまして、いわば若宮土地区での溢水は掘削がなかったとしてもこれは免れ得なかったものとは考えております。いずれにしましても今回の災害、鬼怒川の稼働能力を大きく超える洪水により発生したものであると考えております。今後の対応をきちんと対応してもらいたいと思います。塩川達也君。はい、今おっしゃいましたけれども、土のう積んだの高さって言うんですけど、それも実際に水位よりも下だった、水位の方が高かったっていうのは、でもそれ推測でしかないわけですよ実際にはね。で土のう積んだって言うんだけれども、高さだけで厚みなんかないわけですから、そういう点でもね、おかしいという声が地元の皆さんから上がるのは当然のことなんですよ。でそういう意味でも今回の対応がどうだったのか、しっかりと検証する必要がある。過去に遡ってどういう対応が求められていたのか含めて国交省の問題について正す上でも今日時間がありません。臨時国会も開いてもらって、しっかりと国交省の河川の管理責任、これを正すという機会を設けてもらうことを強く求めて質問を終わります。